さあ次はどうしますか。適当。51分いける？どうします？もう終盤からよ。でもね、曲が終わっちゃいそうなの。どうしましょう。アイちゃんトーク。え？シンクロメッセ。よかった。ああ、よかった。どこかな。シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。あーでず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあまずは火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座、はい、このグループはですね、あ、どっか行っちゃった。ですね、まずは自分ばかりなんかやってるようなんですが、うん、差し出してしていくことで、うん、あった。そうしているうちに何か衝撃的な、ことが起こります。うん、で、それは、最初びっくりしちゃうんですけど、いずれ自分に役立つことになるので、はい、受け入れましょう。はい。はい。はい、昨日からだよね。昨日からですね。はい、そして地のグループ、うん、安定の星座ね。はい、道のそうだね。私、うん、お牛座、乙女座。あ、私もですね。ね、はい、あ、ヤナもそう。乙女座です。そう、はい、乙女座さんするっけ。乙女座さんはですね、乙女座さん、地のグループはですね、何かすごく変化がありますね、こちらのグループも、うん、へぇで、それが結構衝撃的にありますね。もうなんかそう、2つともそんなグループだね。へ、昨日からだよね。どうしたの、どっか行ってた。へ、なんだろう、まだ思い当たらないけど、まあ始まったばかりだからね。そして次は風のグループ、伝達の星座ですね、うん、天秤座、水亀座。どうすればどっか行ったんだろうね。どっか行かないようにファイリングしたんですけどね。あった双子座、天秤座、水瓶座、はい、このグループは、心を込めていろいろ考えていろいろやるんだけど、ちょっと周りには伝わりづらくて、抵抗にあるかもしれませんけど、時間をかけてもう1週間ぐらい待つとちゃんと伝わっていくので、あんまりしょんぼりしないで一生懸命伝えてくださいみたいな週ですね。はい、そして最後は水のグループ、感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座、はい、このグループは、このグループはですね、いつもと変わらず同じように続けていってください。このグループは割と豊かに自然に安定した感じですね。なるほど。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。